どうも、シュンシュンです。今回はね、パッチの音を解説していきたいと思います。では、やっていきましょう。明日公開のパッチに備えましょうということでね、1月10日、今撮ってるのが1月9日なんですけど、これがなかなか調整入ってたんでね、楽しみですね。では、見ていきますか。まずね、FF コラボということで、バスターソード。いやこれね、なんか見た感じというか聞いた話だと全キャラクターが使えるスパレジェってことなんでね、これ欲しいね。ちょっと買うしかないな。課金案件か。ちょっと運営さんに頑張ってもらいたいんで落としますかって感じなんですけど、いやね、ニューキャッスルがね結構ねまんまだった。見た感じすっげえね似てたというか、バックスって言うんだっけ、キャラクターの名前がいまいちわかんないんですけど、俺がやったことあるのが FF の4かなと、あと、クライシスコアか。しかやったことないから、ちょっとね、この FF7 だよね、これ確か。わかんないんだけど、見た感じはすっげえ似てた。うん。次、パッチノートですね。バランスアップデート。301とボルトがいろいろアイテムになって、ヘムロックが消えちゃうんだよな。で、オルタネーターも消えちゃうと。ヘムロックなぁ。わざわざ作るってことではないと思うから、俺はね多分ネメシスになるんじゃないかなとは思います。ボルトが帰ってくるんで、でちょっとここではねまだ書いてないんですけど、99とカーが弱体化入るから多分みんなボルト使うで、エネルギーが拾えるようになると思うので、ネメシスかリピーター取り手、この3つぐらいになるんじゃないかなって思ってますね。で武器が、これか。マスティフ。マスティフね、強化入るよね、結構。まあでもちょっとこのままだとまだ使えないかなって感じはするんですけど、タクティカルリロード時間。まあつまり、一発残した状態でリロードする時間ですね。1.03 秒から 0.9 秒に短縮。これ結構でかいと思う。ぶっちゃけ。いや、たかが 0.13 秒かよって話なんですけど、今、標準ストックが作るようになって 25%、20% かな、リロード速度がちょっと速くなってるので、0.9 秒が、28だから 0.72 秒とかになってるのかな。そう、標準ストックレベル3がついたらもっと速くなると思うので、そういうところを考えていくと、まあ、このね、短縮は本当に強いんじゃないかなって思います。で体のリロード時間っていうのは、まあ、打ち切りだよね、が 0.1 秒短くなってて、武器を取り出す時間はこれだな、一番は。リロード時間も結構でかいんだけど、一番はこっちかな。この武器を足す時間が 0.8 秒から 0.45 秒。もともとが、マスティフって、取り出しが本当に惜しかったから、マスティフ先に一発打ち込んでから他武器に変えてダダダダダみたいな打つっていうのが結構流行ったんですよ。けど、それをする必要はなくなったと。取り出す時間が短くなったんで、そのなんかショットガンどっちかっていうと、残りのダメージを稼ぐために使うっていうのが、割とショットガンに多いんですよ。例えば、フラットラインとかヘムロックとかダダダダって打ち合って、その後、足りなかった分をショットガンで削り切るみたいなのが結構目的として使われやすいんですけど、ちょっとね、武器を出す時間ってのが 0.8 秒だったせいで、まあ、スナイパーかってぐらい遅かったんですよ。スナイパーがだいたい1秒とかかかるから、なんで、そショットガンって本当に、その取り出しが早いのよ。基本はエヴァ8とかビースキーパーとかモザンビークとか、なぜかマスティフだけめちゃくちゃ遅くて、けどそれが強化入って半分ぐらいになるって感じですね。これね、でかいね。でも、でかいんだけど、ダメージの強化とか、その命中精度、その ADS すると、敵に当たる、なんつうんだろうな、当たりやすさっていうのか、絞れるじゃん、マスティフって。それがちょっと強化入ってるとかじゃないんで、まだこれだけで使うってのは難しいんじゃないかなって、俺は思います。次、R99 も R99。まあ、99が終わりました。ダメージが12から11に減少。いやー、サブマシンガン環境の終わりが、まあ、ボルトが帰ってくるから、まあ、そんなに、サブマシンガン環境終わりってことではないかもしんないけど、でも、そうね、もともと DPS が216かだったんですけど、1ダメージ減ることによって、198かなになるんですよ。99。弱い。本当に弱い。で、マガジンダメージが今312だったんですけど、286?なんのかな。まあでもそう、本当に弱いんですよ。マガジンダメージが200台になってしまうし、多分一番弱いんじゃないかな。過去一弱い。まず
一発減ってんだよこいつ、そもそも弱体化で一発弾数がね、弾数が一発減ってるにもかかわらず威力が1下がったんで、まあ終わったね、ちょっと使い物になんない。いやーちょっとね、もうジブラルタルなんか相手した日にはもう硬すぎて勝てないね。 DPS も198とかになっちゃうのかな、196とか、ちょっと弱いな。うん、オルタネーターがディスラプター付きで190なんですけど、大して変わらなくなっちゃったからね、ちょっと弱いな。でカー SMG も弱い、なんか巻き込まれたね、13ダメージから12ダメージに減少。多分運営さん的にはでもサブマシンガン環境をなるべく終わらせたいって感じてんだろうな。だからそろそろ多分強化入ると思う、他の武器が。うん、とりあえずこれで様子見でちょっとメタ変えてみてみたいな感じになるんじゃないかな。でね、この弱体化のおかげで何が起こるか、エルスターが最強なんですよ。今俺エルスターで結構暴れ回ってるんですけど、で今プレデター315位かな俺ソロで、やばいね。なんだけど救急がちょっと怖かったのよ。勝てるんだけどたまーにワンマがされかける時があったのがなくなる。もう俺の時代が来たと言っても過言ではない。無敵、楽しみ。モルトもそんな強くねえしな、 DPS170 とかだし、勝ったなで次レジェンドカタリストの、弱体化なのかな、これは弱体化っぽいな。スパイクストリップ、これはアビリティですね、が発動させるには敵プレイヤーを視野内に入れないといけない。つまりそこら辺に置いといて、俺これ敵いるかもみたいなことができなくなったってことですね。多分これは敵が見えないといけないんでしょうね。ちょっとこれ使い物になんないな、使い物なんだかないな。ちょっとパッシブが強いからまだいけると思うんだけど、でも前みたいにこもるときにさ、アビリティと違うな、扉固めてアビリティ置いて敵が来させないようにするみたいのが結構カタリストはあったと思うんだけど、スパイクが発動しなくなっちゃったんで見ないと、ちょっと使いづらいな。カタリスト環境の終わりが来るかもしれない。うん、カタリストバンガロール、バンガロールはまだギリギリあるから、でカタリストがちょっと、あーでもウルトラちょっと強いからな、パッシブも強いし扉生成まだいけるな、まだいける、すげえ使いづらいけど大会ではまだ見ると思う正直。でスパイクを発動しない場合でも、そうね、動きを遅くするって書いてあるんで、まあギリいけるな、ギリギリいけるなって感じ。ダメージは入んないんだよね多分これ、ギリギリいける。ウルトが強いからな、まだいけるね。次ホライゾン、ホライゾンね、来ましたね。ついにホライゾンの落下がはっきり分かるように音量改善、素晴らしい、ようやく来ました。ナイス運営、こういう時はねしっかり褒めましょう。改善って書いてある時はちゃんとねありがとうと伝えましょう。運営さんありがとうございます。そう、全部にね、全てのことにね、おい運営何やってんだよとか言ってるとね、まあ運営さんも人間なんで疲れちゃうんでね、こういう時はありがとうございます、感謝です。ということでね、ようやく音関係が素晴らしい、いや本当に素晴らしい。もうホライゾンね浮きます、その時点で強いのに、なんか横にいんだよな、知らんけど、なんか横にいんだよ、誰お前ってあ、音しなさすぎてさ、打ち合ってるとさ横にいんだよな、それがおそらくなくなる、素晴らしい、ナイスです。でハードランディング時の音量を他のレジェンドたちと親しくなるように。ハードランディングって何これは何ですか、ハードランディング。ソフトランディング時の音声が再生、ちょっと調べるか。ランディング、ハードランディングとは航空機などが急降下して地面に叩きつけられることで着陸すること。つまりドスーンって落下する時の音がしっかりするようになったんだ。だからふわっと着地でスンって降りてこなくなったんだ、素晴らしい、これすごくいいですね。だからソフトランディング時はだから基本的にその普通のジャンプが聞こえるのか、え、でかい、これやばい、これすごいわ。ハードランディングってのは超高度が高いとこから落ちてきた時のダサーンって音が聞こえると。でソフトランディングは多分ジャンプだな、え、どうするこれ、もうなんかさ、うおーぼーみたいな音しちゃったら逆にうるさいんじゃないかな。まあでもうるさいぐらいでいいな正直、ナイス。グラビティリフト脱出、素晴らしい、音関係直しに来てんの素晴らしい、お前誰だー、
うわーみたいのがなくなるってことですね。素晴らしい。はあ、これでかいですね。いいわ、すげえいいわ。神運営ありがとう。次、ニューキャッスル。キャッスルウォールコンジットのエネルギーバリケードで展開されるデバイスとぶつかると、あーそうね、確かにウルトでドカーンってやったら基本的に全部壊せるっていうのがニューキャッスルの強みだったはずなんですけど、ドカーンって言ってもなんか普通に残ってたからね、コンジットウルト。まあいい強制ですね。使うかちょっとまだわかんないけど、正直まだこれじゃ俺はね、ソロでは使えない。フレパラだったら使っていいけど、ソロで使うのはもう苦行。ニューキャスは強いのよ。てか俺使いてえのよ、正直で。よくさ、あの配信してるとね、あのニューキャスは使わないんですかって言ってくださるんですよ。無理、もう味方が死ぬ、無理、諦めです。味方をね、起こさなくていいね。ダークヒーローみたいな、ヴィランみたいな立場にかましていいんだったらニューキャスでいいんだけど、ちょっとね、やっぱニューキャス使ってるとね、ちょっとヒーロー心がねくすぐられてね、ちょっと起こしたくなっちゃうんですよね。俺はヴィランになりきれないかなって感じがするので、ちょっと入家は一旦封印ということで。起こしだから銃撃ってるとか、そういうなんか神みたいな変更入ったら入家数ありなんだけど、さすがにできないんでね、そんなこと。次、モバイルプロテクターが敵のクリプトの EM って破壊可能。まあでも別にかな、これは。あんま怖くねえな。で、シーズン 19.0 のパッチでお知らせしていたバサナス調査。あ、でこれはだからあれだね、なんか高度が上がるとか回復速度が上がるみたいなのがあったんですけど、それがちゃんと適用されたと。ナイス。次、なんだこれ、ランパート、仲間であるクリプトの EMP はマットマギの門限で、そうなんだ、もともと壊れちゃってたんだね。あー確かに相性悪かったわ。バケーンとか言って全部壊れてたわ。思い出した、思い出した、そうだそうだ、そういえばそんなのあったな。で、マップのローテーションが変わって、もともとがオリンパス、ブロークムーン、ストーンポイントだったのが、キンキャニストポワールズエッジ。いいね、面白そう。で、ストーンポイントが、まあ、もろもろ変わっていくと。まあ、ちょっとこれね、俺はあんまり分かってないんですけど、まあ、これはちょっと競技寄りかな。競技勢からしたらナイスっていうやつなんだろうね。ちょっとここら辺は分かんないけど、あ、でも待って、これ大事だ、これ。あの、パイロンの超レアアイテムの量を低減。これ多分あれだよね、パイロンって確か、あの真ん中がめっちゃうめえやつだよね。真ん中になんか金アーマーとかなんか紫アーマーと金ノックがなんかセットで置いてあることが結構多い、多分そこだよな、違うかな、が、消えると。消えるってか減ってんのかな。はあ、はあはあ、ジップライン特上のハッチを削除。エコー HQ、 エコー HQ の屋上どこ。ああ、え、はあ、あれが行けなくなるの。屋上が立ち入り禁止ですって、エコー HQ の屋上。あそこさ、確かさ、あれですよね。起こすさ、ビーコンあったよね。あれが使えなくなるってことか。へぇー。エコー HQ に周辺における垂直移動を改善するために、エコー HQ に4つの階段があったんですか。へぇー。結構いろいろ変わるな。面白い。ゼウスステーションに、ゼウスステーションは右上か。避難場所とジップラインの追加。あー、ミックステープ元のみ。はい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 。なんか、思った以上にいろいろ変わってんな。面白い。おー、追加、ラッティング箇所を複数修正。ふん。いいね、ラッティング。これラッティングってつまりハイドポジだね。ハイドポジを修正してるらしい。素晴らしい。いや、マジでさ、もう木の上止まってるさ、なんか横感じバルキリーとかさ、まあ、あれ俺セビって言ってんだけど、まあなんか壁に張り付いてるゴキブリ、まあレブラントなんだけど、多すぎんのよマジで今。素晴らしい、いいね、いい変更ばっかりで。まあミックステープがちょっと変わって、新要素は新、新音声追加されてて、あ、これもね、いいわ。ワールドシステム拡張サプライボックス、これもね天才なんですよ。見てください、ヒートシールド数に上限を追加、医療キット数に上限を追加。素晴らしい。円外耐久勢ども終わりだ。ひとしの数が上限決まってしまったぞ。まあ、そんな使わねえからな、普通にやってたら。あの、使っても4個ぐらい、うん、あ、だから2個だよね、あの2スタックだから使って2個じゃない、16個ぐらい持ってるやつ、あれもういかれやん。おかしいもん、どんだけ探し回ってんだよって。なんか外から人死の音めっちゃ聞こえんなと思ったらさ、なんかもうモン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 しててさ、
で、ね、2位とかになるわけですよ、あいつらが。なんだかなって話だったんでね、これ素晴らしい変更ですね。そんなもんかな。不具合の修正に関しては、そこまで書いてなくて。うん。で、レジェンドの不具合も、トライデントアルティメット、これ。オリンパスっすね。オリンパスか、ストポのどっちかで確か、地下グリッチやるために、アッシュ必要なんだけど、それが消えてんね。素晴らしいね。ブラッドハウンドも、ブラッドハウンドは特にか。ああ、見てください。ちゃんと最大数が変わってますね。3個って書いてあるんだけど、今では2個しか置けないんですよ。それが修正されてて、そんなもんかな。あ、コンジットがなんか変わってる。ああ、V 字ロケット、違う、V 字ロケット違う。V 字、なんだこれは。コンジットの V 字に打つやつだね。あれが消えたんだ。で、あと、リスポーン中のチームがドロップチップって、チームに対して、ああ、そんなのあったの。なんか、知らねえバグがあったわ。そんなのあったんだ、強っ。それができなくなったと。ほうほうほう。こんなもんか。特になさそうかな。なんか、レブナントのバンテージがなんかおかしかったらしいけど、それも治ってるし。うん。メモリーとかの、まあ、だから快適性向上か。邪魔の視認性を改善。邪魔は見づれえからな。ここら辺が治ったのかな。で、ミラージュが、まあ、強化っていうか、まあ、ちょっと戻ったって感じだね。マイナスがゼロになったって感じ。そう、なんか、デコイ走ってって、壁とかにぶつかると、ふんってこう、脱力しちゃうのがあったんだけど、それがなくなったって感じかな。ニューキャッスルが、キャッスルウォールの一部を解除。まあ、自分でできるんですよ。置いてあったウォールをね。ここの部分だけ取り除くみたいなことができるんですけど、その時の音声が追加されたぐらいかな。え、これ、よくね、みたいな。復活や処刑アニメーション、まつまりだからフィニッシャーだね。をコピーしない。マジで。なんかやっぱさ、俺さ、8人係でさ、7人だっけ ?6 人だっけちょっと覚えてないけど、係でさ、フィニッシャーするの人面白かったけどね。あれができなくなっちゃうんだ。こんなもんか、でも。いいですね。今回のね、パッチノート俺好きだわ、普通に。まあちょっとだから、まあ、残り30日っていうところで、そんなゴリッとは変えてはいませんけど、それでも、音周辺っていうのかな、音とかを結構直してくれたっていうのが、俺はありがたいって感じですね。まあ直ったかどうかはちょっと明日ならないとわかんないんですけど、でも、俺は、これはすごく嬉しいです。本当に。ありがとうございます。これからも応援しております。で、バスターソードは買います。ってぐらいかな。はい。では、この辺りで終わりたいと思います。見てくれた方、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知オンにしていただけると嬉しいです。スイッチと YouTube で毎日同時配信してるんでね。どっちもフォローしていただけると嬉しいです。お疲れ様です。じゃあ、またねー。